手押し車を整備している二人です。後ろから落ちていんじゃない、あの女。おー双子チャンネル。5月15日土曜日、今左でベルトにアクセント泣いちゃったよ。グリーンさんです。でこちらがレッドさんです。顔が見えない。いやレッドさん、ベルト変えても変わんないっすよ。変わんないっすよ。今彼らはブドウの氷を食べながら牛乳を回しております。もうね、冷たいね。あ、これ早いな。ブリータの方が少なかった？ねえよ、ほとんど一緒だよ。そうだね、なんだって早くない？あんたそんな食べなそうな感じだったわよ。ストローで飲めよ。なんなのよ、効率悪すぎでしょ。すごい目キラキラしてて、泣いたからかな。なんで泣いてたんだよ、ほんとに。ごめんなさい、じゃないのよ。あ、こぼれてる、こぼれてる、牛乳。あ、レッド、じゃあ持ちます、はい。吸えばいいじゃない。うん、別に混ぜるやつ、マドラーじゃないんだけど。どんな、どんな飲み方してんの？後ろから落ちてんじゃない、あの女。ねえ、ストローの間違った使い方だよ、これ。あ、そういうことね。え、どういうこと？あれ、何が落ちてるのか全然見えなかった。牛乳。そこで吸うなら刺したまま吸え。ツッコミが追いつかない。ほんと下向いてるとまつげ投げよう。何やるんだと。ストロー探してる。謎の方向。はい、ちょっと待って。ん？ソースをあげられないよ、だって舐めちゃうじゃん、君が。おかわり取りに行けってのかい。おかわり取りに行けって言ってる？指さしてます、台所を。トリンク。お、俺が一個食べたけど。あ、食べたのかな。落としたのかな。いいね。
手押し車を整備している2人です。整備班ね、お風呂前に整備しといた方がいいもんね。呼ばれるからね。うん、行っちゃった。タイヤが円滑に回るかどうか調査してます。もう一人ちょっとどこ行ったんでしょうね。材料と調達ですかね。あ、整備終わりですか。